セビリア万国博覧会は1992年にスペイン南部アンダルシア州の州都セビリアで開催された国際博覧会である。1970年の日本万国博覧会以来の一般博であり、176日間の会期の間に総入場者数は約4181万人に及んだ。セビリア万博会場風景同地に葬られている。 クリストファー・コロンブスが1492年に新大陸に到達してから500年にあたる記念行事として設定され、発見の時代がテーマであったが、ヨーロッパ中心の歴史観が一方的であるという批判も起こった。万博最終日は、コロンブス艦隊が新大陸を発見した、すなわちバハマ諸島のサンサルバドル島に上陸した日付であった。 スペイン政府は万博に合わせたインフラ整備も行ったが、最大のものは、スペイン国鉄による高速鉄道アベニューの建設である。首都マドリードとの約 500km を約2時間半で結び、万博輸送やその後の産業発展に大きな役割を持った。日本間日本政府もこの万博には参加した。総合プロデューサーは、作家の坂谷太一が務め、 木造のパビリオンは建築家の安藤忠夫が設計した。館内では、安土城天守閣の最上部の原寸復元がメイン展示として紹介され、六代目、小野牛之助による歌舞伎などの上演も行われた。万博終了後、安土城の原寸復元は、滋賀県大見八幡市の安土城天守信長の館へ移築され、現在でも公開されている。また、 万博開催構想を発表していた愛知県が PR 活動を行った。この時の活動の一部は2005年開催の2005年日本国際博覧会へとつながっている。セビリア万博の際にはサンタマリアゴーラ・コロンブスの船団を成した3隻の船やフェルディナンド・マゼランの船団においてただ1隻、世界一周を果たして帰還したビクトリア号の復元船が建造されていた。 復元船ビクトリア号は、愛知万博に合わせて、世界一周に挑み、その途上、万博開催期間中の名古屋港にも寄港している。ありがとうございます。